今回購入し、アマゾンから届いたものがあるので開封していきます。今回購入紹介するのは、なんていうのかな、電熱ジャケットかな。まあ電熱の、なん電熱が入ってる、なんだっけ、これなんていうの、ダウンみたいなやつ、タイプのやつ、 USB とかモバイルバッテリーで給電してこう温めることができる、そう、ジャケットで、今まで持ってたんだけど、じゃあなんで購入したのって言ったら、これサイズ、ワンサイズ上に上げてます。じゃあなんでって言ったら、まあクリスマスね、年末、お正月って、まあ、この3つのキーワードで言えば誰もまあ予想つくよね。まあ太ったよね。でちょっときつい。で痩せるのももちろん頑張って、今運動してんだけど、まあ追いつかない痩せるのはね、頑張ってるけど、で今ゆったりきたい。来年には痩せてたいけど、当然ね、来年っていうか、そのまあ夏頃までにはね、頑張って痩せたいんだけど、まあ間に合う。今ちょうど寒い、そう、寒い時期だから、ちょっと行こうと思った時に、さすがにね、外でビリッって手のところがちょっときつくなってて、ビリッって言ったらちょっと恥ずかしいよね、外で。うってなるじゃないですか、やばい、周りの目が気になるからとりあえずでかいのかな。で、あのちっちゃいやつも壊れたわけじゃないから、ちっちゃいやつなんだけど、あったかそうだなって、うちのババゴンガが常に言ってくるから、あのそのちっちゃくないけど、このワンサイズ下のやつ、これ 2L、 2、え、なんつうんだっけ、XL? 2XL。2XL かな?で、この下が L だったのかな? XL。XL。男女共用のサイズになってるから。ちょっとね、男性にちっちゃく作られてるんだから、共用なんだけど。サイズ的に。XL でも L ぐらいだからね。そう。男性だと L ぐらいな感じ?そう。だから、それをババコンガにあげて、うちの。で、これを今ね、使おうと思う。で、今までとの違い、一番違いって、その電熱が入ってる部分が違うんだけど、腕とか、背中も確かすごいいっぱい入ってるんだよね。首とかもこれは入ってる。そう、入ってる。で、着脱式なのかな、これは。確か。あ、そうそう、そう。フードの部分がチャックになって着脱式になってるやつで。あと、最大の違いが、ここ。で、今までのやつ持ってきてあるんだけど、今まで来てたやつね。これ。これは、この一つのボタンで3段階に色変える。だからこれ結局、その、あるのが背中だけなのかな?いや、お腹?あ、首があったと思う。首もあるの?うん、首があったと思う。逆に。首入ってるの?うん。で、腕がない。え?ちょっとライトが切れちゃったんだけど、だからちょっと帰ってたんだけど。で、最大の違いが、このスイッチ?これは、まあ、独立式じゃなくて、全体で3段階の温度調節をするやつ。だからこれで、高温が、今つけられないんだけど、赤、中温が青かな、低温が白かな、で、全体の電熱はをこれ一つで全部っていうか、一気に作っとると。一気に消すと。青が低温じゃない。あ、青が低温か、うん。そうだ。とにかく統一されて、ここで全部がついて、ここで全部が消えて、温度が決められるって。ってやつ?全部一体化してるやつ。そう。で、新しく買ったやつは、ここになんか書いてあるんだけど、ちょっと見にくいかもしれないけど、この V になってんだよね。この4つのボタンになって、V になってる。分かれてる。で、一個一個温度調節できるのかな、うん、できて、一個一個つけていく。うん、だから、なんだっけ、ほら、背中だけで十分な人とか、そうそう、あ、こっち背中かな、うん、で、これお腹なのかな、うん、で、十分な人、腕だけで十分な人。首?あ、首か。で、腕か。うん、で、十分な人。で、もしくはこの、背中は、熱い方がいい。あ、うん。それで、お腹は、低い方がいい。うん、で、腕も、熱い方がいい。あ、首ね。首も熱い方がいい。で、腕は、低温でいいって一番。つけなくてもいい。そうそうそう。そういう風に変えられると。でも、だから、スイッチが一つじゃないから、忘れちゃってると、あれなんであったかくないんだろうとはなりかねないよね。あ、忘れちゃってね。ちょっとまあ、目立つことは目立つ。目立つ、そう。こういうものがでかいから。そう、全部ついてたら、ね。あ、そうそうそう。ってるから。でもね、まあ、で、そんな感じかな?で、このチャックで、さっき言ったように、こっからチャックで外す。フードが外れる仕様になる。そう。で、ポケットがね、あ、ポケットはチャック式で、あの、腹のところに、両方。お腹のところに両方、チャックがついてる。だから物が落ちないようになってる。ちゃんと、このチャックについてて。で、チャックも大きめかな。ちゃんと。だから外しやすいと思う。で、ちゃんと、これぐらいのスペースがあって、裏は何もない。で、ここ開けてみるか。ちょっと開け、いける?こんな落ちない。そう。で、中はこんな感じ。これが、そう。通さない。そう。で、以前のやつ一緒かどうかわかんないよ、うん。でも、相当あったかい。ま
触り心地は大体一緒。そうそう、触り心地一緒だよね。あの、なんていうの、通さない感じ。あの、アルミホイルでよく言うから、あの、あんまりこういうこと言うもんじゃないけど、災害とかで、これこういうの巻くとさ、あったかいっていう、うん。で、配られてるね。災害とかに。効果があるみたいな。そうそう。で、相当あったかい。だから一回つけて、消しただけで、もう熱逃がさないこと。うん、だから、長時間つけてなくても、あ、よっぽど寒いところにいれば別だけど、うん、長時間つけてなくても、あの、動く分には、消した方がいいと思う。一回つけて。あったかくなったなと思った。それで十分だと思う。でね、前回のやつは胸ポケがあったんだけど、裏、胸ポケが。今回のやつはない。ないね。うん。うん。だからそれはちょっと不便かな。うん、あの前回は裏ポケに僕、あ、自分はね、あの、携帯とかあ、スマホとか入れてたんで。それがちょっと不便かな。で、ここが、あの、なんていうの、あの、モバイルバッテリーを装備、入れるところ。開けて、そうそう。ここにこういう風に、あの、USB で。で、これがビローンって伸びてる。そうそう。ん、何これ。何、うん、肉式の二股になってる。こういう方式のやつもあるんだね。小型であるんだね。で、ここに、まあ、モバイルバッテリーとかを。そう、挿して。で、ここの中に入れて。そうそうそう。そう。で、使う。そうするとさっきのスイッチの部分が作る。うん。仕組み。で、今はね、ほら、昔はね、で、モバイルバッテリーってすごく大きかったから、うん、重いとかになってるけど、うん、今はあの、小型の方が出て、小型、薄型が出てるから、全然楽だと思う。使うのかな。で、自分はね、このアンカー製のやつ使ってんだけど、これより薄いのがある。全然。うん。で、オランはこれより薄いの使ってる。うん。薄くて軽いやつね。で、なんか自分はね、なんかあの気に入ったところがあるとそこ使っちゃうんで。で、さっきのこれを装備すると。例えば。ここにね。あ、いけるか。あ、こう。こう。で、なんだろう、スイッチ押さないね。こんな感じでスイッチ押すと。モバイルバッテリー。で、ここに入れると。ここに入れとくと。とりあえず閉じないと。そうするとちょっと消そうかな。一回ライト消す。はい。うん、あ、そんな感じでそう。これが高温。赤だ。で、これが中温。低温。あ、低温見るんだね。で、これ中間になって、直しすると、消える。で、隣とか、例えば押すと、隣とかつく。どこでもいい。押してる。で、今度そうすると、ここだけついてるでしょ、うん、でも、ここだけ、あ、今、首だけ温めますよって、高温にと。これも、こうやって変えられる。そう。そう。ちょっと周りが光ってるように見えてない。光ってないから、周りは。そうそう。で、うん、っていうこと。うん。で、使える。うん。で、普通の中でね、あの、こういうダウンジャケットがあったかいと。あの、暖かくできるってことだね。あったかいっていう。だから、なんだっけ、その、普段使う分にはどうかわかんないけど、例えばわかんないけど、自分釣りとかしないからわかんないんだけど、釣りとか、あの、長時間待つ場、待ったり動かない場所、うん、例えば、自分たちやって、あの、ディズニーとかなんだけど、そうやって並んだりとか、ね。そうそうそう、そういう時に動けない時に寒いじゃないですか、動かないとね。動ければなんとかあったかくなるんだよ、人間って。で、動かないと動いても寒いけど、動かないとより寒いっていう。っていう時に、あると、あの、ほんとあったか。なんせ、チンパなんて、これ着てって、あの、なんだけど、途中でもちろん決してつけっぱなしってことはないんだけど、なんていうの？汗びっちょりんだ。あの、中の服。熱が、そう。びっちょり。そう、なんて、これ逃がさないから。だから、あの、適度に消した方がいい。だから、つけっぱなしっていうのはちょっと自殺行為だ。あの、歩いてるときはね。止まってるときは寒いからね。そうそうそう。そんな汗かいたりしないと思うけど。そうそう。あの、ちょっとでも移動するんだったら、あの、切った方がいい。十分暖かいから、これ。ちょっとつけるね。そう、北海道つけてね、とにかく北海道ついてるみたいな感じだ。そうそう、全身にそうそう。うん、そうそう。だからそう。だから、本当に暖かい。まあ、本当に暖かい、本当に。っていう感じの、今回は何ていうの？電熱ダウンかな、うん、ジャケット、ダウンジャケット、あと腕はこういう風になって、ちょっとね、それは、何ていうの、キュッとなって、ちょっと、なってるようなものを紹介しました。以上です。